どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は JFK 空港にいます。これからね、ダイヤモンド修行、していきたいと思います。今回のルートは、JFK 空港から、東京成田空港まで、今回運が良かったことにね、ザルーム、座席変更いただきましたので、ザルームで今回は、行きと違って後ろ向きの座席をね、今回レビューできたらなと思っております。もうねチェックインが始まっておりますんで、早速ねチェックインしていきたいと思います。それでは行きます。それではね無事チェックインすることができました。今回ね、予定通り後ろ向きの座席 11A を、指定させていただいております。早速ですね制限エリアの方に行きたいと思います。それではね無事制限エリアに入りました。あとね2時間ぐらいありますんで、ひとまずね、ラウンジの方に行きたいと思います。ラウンジの方はねまた別の動画で出そうと思っておりますんで、そちら見ていただけたらなと思います。いや JFK 空港むちゃくちゃ暑いっすね。排気列ダウンを脱ぎました。で相変わらずですねこの JFK 空港の、手荷物検査は混んでますね。ベルトも靴も全部脱がされるって感じですね。それではねちょっとラウンジの方に行って、搭乗まで待ちたいと思います。それではね搭乗時刻になりましたのでゲートの方に向かいたいと思います。それでは行きます。それではねゲートの前に着きました。まだね搭乗開始しておりませんので、ここら辺でね、ちょっと待ちたいと思います。あとね本当に5分ぐらいで、搭乗開始となると思います。それではね、間もなく搭乗開始となります。あ、搭乗開始しましたね。それでは、搭乗していきたいと思います。ビジネスクラスもかなり並んでますね。それではね無事搭乗することができました。今回 11A という座席の、後ろ向きとなっております。まあ、飛行機はこっちに向いているということですね。だけど座席はこっちって感じですね。ボーイング777-300となっております。まあ、あの設備等々はね行きのダイヤモンド修行のね、動画見ていただけたらなと思います。おそらく変わらないかと思うんですけども、あの座席の感じだけねお伝えできればなと思っております。まあ特に細かいところはね変わらないと思いますんで、でもあのこの反対向きの座席はこういう感じで、エンジンがこっちに向いて、まあ、向かい合ってるみたいな感じですけども、これは面白いですね。翼もあっちにあるんですもんね。いやこれは面白いですね。で窓もね近いですね。窓側っていう感じですね。離陸着陸もね楽しめそうな感じとなっておりますね。で窓は2つ、ちょっと太陽の光がかなり眩しくなってて、ちょっと映ってるかどうか微妙なところですけども、こんな感じとなっております。まだね搭乗したばっかりなんで、飛行機動くまで、もうしばらく待ちたいと思います。それではね間もなく飛行機が動きます。いや後ろ向きの座席楽しみですね。ちょっと酔わないかだけちょっと不安ですけどね、楽しんでいきたいと思います。それではですね、飛行機が動き出しました。間もなく離陸となります。どうでしょう後ろ向きの座席、後ろ向きの座席の、離陸ってどんな感じなんですかね。
それもちょっと楽しみですね。それではね、離陸いたします。
窓にはね、かなり近い、そうですね、窓の景色をね、楽しみやすい、座席となっていますね。それではね、離陸して15分ぐらいでウェルカムドリンク来ましたね。今回はオレンジジュースをいただきたいと思います。うまいっす。今ねちょうど、離陸が本来10時50分だったかな、この飛行機だったんですけども、ちょっとディレイして今11時に、20分ぐらいなんですよね。おそらくすぐだと思うんですけども、機内食始まるんじゃないかなと思います。ちょっとねおそらくではあるんですけども、そちらもね楽しみにしていきたいと思います。で今回なんですけども、行きはねあのアメニティなんか箱っぽいやつだったんですけども、今回はこちら映ってますかね、こういう袋状のねやつとなっています。まあ、中身は一緒だと思うんですけども、行きと帰りでねやはりこれ前回もそうだったんで、行きは箱型、帰りはこのポーチ型っていうんですかね、違うみたいですね。前回と色もね、違ったやつがいただくことができました。それではね、あれから本当に先ほどから本当に10分かからないぐらいでメニュー来ましたね。はい、機内食です。お酒もたくさんあるみたいですね。ちょっとお酒は全然わからないので、日本酒とか焼酎、梅酒、あとシャンパン、ワインですね。
久しぶりですね。ひどい顔してますね。こればっかりは勘弁してください。もう来てから
30、40分はなってるんですけど、ね、全然晴れたままですね。いただきます。わかめと大根のお味噌汁ですね。それではね、無事、成田空港到着いたしました。今回ね、ダイヤモンド修行で、東京からね、ニューヨーク、ザ・ルーム利用させていただきましたけども、後ろ向きの座席でもね、特に、酔ったりっていうのはね、個人的見解ではあるんですけどもしなかったですね。ちょっとね、それだけ自分もね、結構高速バスとかでね、酔った経験があるんで、もしかしたら後ろ向きってあれなのかなと思ってたんですけども、全然大丈夫でしたね。良かったです。今回のね、ダイヤモンド修行で、もうダイヤモンド修行も大詰めとなってきました。あとね、残すところはクアラルンプールタッチ、往復で、ダイヤモンド修行ね終了となります。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。